サイオス株式会社は企業情報システム構築サービス並びにソフトウェアの開発及び販売等の事業を担うグループ会社を参加に持ち、これらグループ会社の統括、経営管理を行う日本の持株会社。東京証券取引所市場第2部に上場している国内外の事業会社2社で構成されグループ企業の統括、経営管理を行う純粋持株会社である。 1997年前身となる株式会社テンアートニを創立し、情報システムのあらゆる分野でリナックスを推進することを目的に事業をスタートさせた。創立から20周年を経た2017年10月、持ち株会社制導入に伴って、サイオス株式会社に名称を変更し、新たに設立したサイオステクノロジー株式会社へ事業部門を承継した。 国内の主要主会社における人的資源、私的財産、資金等の経営資源を集中し、さらなる業務運営の効率化と生産性の向上を図るために、サイオステクノロジー株式会社を吸収合併存続会社として、株式会社キーポートソリューションズ株式会社グルージェントを吸収合併消滅会社とする吸収合併を2020年10月に行う。 さらにプロフィットキューブ株式会社も吸収合併消滅会社としサイオステクノロジー株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併を翌年2021年4月に行った連結式会社株式会社サイズ社名変更のお知らせサイオステクノロジー株式会社2014年12月26日閲覧株式会社マイオフィス 2018年2月22日閲覧。AB、連結市会社間の合併に関するお知らせ。2020年7月6日閲覧。連結市会社間の合併、および天皇座アイルオフィス開設のお知らせ。2021年3月31日閲覧。ありがとうございます。